LMS ドックタイク蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。ヘンリー・ファウラーが設計した軸配置0から6から0の入れ替え用タンク機関車で、1928年から1929年までに重量が製造された。1923年1月1日に LMS が設立された時、 彼らは単なる鉄道資産以上のものを継承した。LMS の路線は西海岸線と東海岸線の両方に沿って広がり、これらの路線の港の多くは海から鉄道へ大量の貨物輸送の役割を果たした。所有権を取得してから5年後、港では貨物の取扱い量が増加し、多くの貨物列車を仕分ける新しい入れ替え用の 小型タンク機関車の開発が急務になった。港湾の路線軌道に対応するために前輪と後輪のない3組の連結車輪を使用した。カップルホイールのリアセットにはカルタッチのセルフセンタリングアクスルボックスが取り付けられており、港湾軌道のきつい曲線を曲がることができた。最も興味深い設計上の特徴の一つは、シリンダーが外側に取り付けることだった。 メンテナンスは容易だが、外側のシリンダーは移動する機械部品が露出することを意味し、機関車の近くで数人が作業する忙しい環境では、重症、または死亡事故につながる可能性があった。1928年12月31日から1929年1月31日までの間に、10代の機関車は全て、 LMS ナンバー61のダービー工場で製造された。製造台数が少数であるにもかかわらず、スコットランドの西海岸にあるグリノックレディバーン機関区から、イギリスの西海岸にあるバーケンヘッド機関区など、港に近い海岸沿いのいくつかの LMS の機関区に分散した。港での運用に適した機関車であり、あらゆる種類の貨物輸送作業を処理した。 1950年代後半にディーゼル機関車が導入され始め、同等の蒸気機関車が廃車された。廃車は1959年まで開始されなかったが、1964年までに廃車が完了した。ありがとうございます。